ここのところ数日の思うことを語る乱光の一言。いや、久しぶりにこの一言を再開するんですが、今までちょっと語れなかった理由としては、実は今年11月に、えー、初演する、えー、日本舞踊の可能性で上演する、うん、演目の 脚本を書いていてたんですね脚本といっても、えー、長唄で作曲してもらうのでその歌詞を書かねばならずそこに頭を悩ませていて、えー、他にもいろいろあってでようやくうん少し先が見えて語れるようになったという次第です。それにもましてここ数日、えー、様々な バレエコンテンポラリーダンスそしてオペラいろいろな舞台を拝見しましたいやー本当にどれも素晴らしかったです「佐、え、だ、ー、松浜田バレエ団」の新制作「白鳥の湖」をもとにした「ザ・レイクというコンテンポラリー作品森ゆ樹さんの作品なんですね これが本当に素晴らしかったです。いやーいろいろな踊りも見せていただきその踊りの力で見せていくっていうことをつくづく見せていただきいや本当に日本舞踊でどういうことができるんだろうこれからどういう作品を作っていったらいいんだろうなんていうこともとても考えさせられました。 続きはまた。